はい、皆さんこんにちは、下田介です。今日のテーマはですね、組織の1、3、10の壁についてちょっとお話をしていきたいなと思ってます。それではどうぞ。ということでですね、まあ、こう事業事務所を経営していく上で、大体こう成長曲線がどうしても右肩上がりに行くわけじゃなくて、よく言われてるのはやっぱり N 字曲線で成長していくっていうふうに言われております。で、まあ、その前にですね、こう事業をこう事務所を経営していくときにですね、まあ、大事になってくるのが、そもそもこう皆さんが一人で事務所を経営していくのか、それともまあ複数でやるのか、で複数でやるんだったら5人なのか10人なのか、それとも100人でやっていくのかっていうので、やっぱりこう目指すところによって自分の目標とか覚悟とか、それなりにこうどういうプロセスを踏んでいくかっていうのはものすごく大きく変わってきます。もともと僕は一人でやるつもりは全然なくて、もうやるんだったら複数で、しかも1番になりたい、100人になりたい、何百人でやりたいっていうふうに思ってやってきたので、まあ、それを踏まえてこう事業事務所のあり方みたいなのをずっと考えてきました。で、これやっぱなんで必要になってくるかっていうと、例えばなんですけど、スタッフを雇用するってなれば、それなりにスタッフの生活も考えないといけないし、今度複数が増えてくると、まあ、やっぱり新しい人の教育だったりとか、どういうふうに研修していこうかなっていうのも、やっぱそれなりにこう自分の時間を費やしていかないといけなくなってきます。で、やっぱその辺を踏まえていくと、事業事務所に限らずかもしれないんですけど、やっぱり3つの壁があるかなというふうに僕は感じてきました。で、それが、まあ、ここに書いてあるように、まあ、1人目の壁、ね、3人目の壁、10人目の壁っていうところなんですけど、これどういうことかというと、まず1人目の壁っていうのが、本当に売上がだいたい150万ぐらいを目安にですね、結構苦しくなってくるんです。どういうふうに苦しくなってくるかっていうと、事業事務所の場合って労働集約型のビジネスモデルです。つまり例えば僕が営業して、あ、島田さん、じゃあ仕事お願いしますねって言って仕事を受注してくると、まあ、僕はそれを処理しないといけないんですよね。例えばじゃあ債務整理にしても相続にしても何でもいいんですけど、やっぱりこう業務をこなさないといけないんです。で、そうするとだいたいそれが150万円ぐらいになってくると、次の営業に行けなくなってくるので、もう新規を受けれなくなるんですよね。ちょっとこの分の業務処理をしないといけないってことは、新しい案件を受けることができない。でも依頼は島田さんやってよっていうふうに来るので、やっぱこの辺がじゃあそろそろどうしようかなって考えた時に、やっぱ1人目採用しようと。でも1人目採用するってことは、30万とか25万払っていけるのかなって、やっぱりその思いわけですよね。なのでこの辺を最初にクリアしないといけないのが1人目の壁っていうふうに言われてます。僕も最初、半年ぐらいして1人目採用しようと思ったんですけど、まあ、やっぱりこうハローワークも出し方わからないし、どうやって募集したらいいのかなって考えて、じゃあ給与いくらが適正なんだろう、どうやって教えていいのかなっていうのはやっぱすごく考えないといけないんですよ。初めて人を採用する、雇用するっていう立場になるわけなので、なんか本当にこう重いんですよね。で、よく言われてるのが、それこそ今三つ葉グループって200人弱いて、年間で30人40人って増えていくんですよね。で、物理的な数だけ見たらものすごい増え方なんですけど、100人が200人になったら2倍なんですよ。でも150人が160人になりましたって言っても、そこまでこうインパクトってないんですよね。それと一緒で、1人目を採用するっていうのは、今まで1人であったのが2人になるってことなんで、要は2倍になるわけじゃないですか。やっぱりそれなりのインパクトが自分を襲ってきます。で、2つ目が、まあ、3人目の壁で、3人目の壁っていうのが、自分はある程度仕事を任せていかないといけないっていうところで、権限以上のテーマを考えていかないといけないです。やっぱりどうしても事業で多いのは、自分が見える範囲じゃないと任せられない。で、ここまでは自分でやりたい、ここまでは任せてもいいけどっていう、この本当にもう完全に任せきるっていうのが、いかにどこまで渡せるかっていうのが、すごく次の3から伸びるフェーズになってきます。ここがやっぱり伸ばしきれない人っていうのが、いつまでたっても自分で全部やってしまう人が、ちょっと組織が作れなくなってしまうので、この辺はすごく考えていかないといけない。で、最終的にそこが任せれれば、自分はどんどん営業に行けるので、案件も増えていきます。そうすると必然的に採用してっていうので、今度10人ぐらいになってくるんですけど、だいたい1人でマネジメントできるっていうのは、やっぱり5人から7人ぐらいっていうふうに言われてます。なのでそうすると、やっぱ10人になると人事効果とか、どういうふうにオペレーションを組もうかなとか、いろいろルールを考えていかないといけなくなってくるので、やっぱりその辺の10人目の壁っていうのが出てくるかなというふうに思ってます。だいたいこれが1、3、10で、今度また10いったら、でまた11人目とか13みたいな繰り返していくんですけど、
でよく会社の売上とかでもやります。年商1億円の壁、3億円の壁、10億円の壁とかで、こうそれいくと30億、100億みたいなので、なんか不思議とありますよね。僕も3から10って結構重いんじゃないかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、やっぱり一番最初が重かったです。本当に1人目、3人目までが重かったんですけど、そこからパンパンパンといったので、どうしてもやっぱりこの複利の法則っていうのもあると思うんですけど、最初の1、3、10の壁があったかなというふうに思います。で、やっぱそれぞれのフェーズで意識していかないといけないのが、一般的によく言われているのが、企業にはこう伸びるフェーズと整えるフェーズっていうのがあるんですよね。やっぱりこう右肩上がりでずっと伸びていく企業ってないので、よく言われているのは成長する期間がだいたい7年から9年ぐらい成長フェーズで、そこから3年から5年ぐらいはちょっと整える期間かなというふうに言われてて、それを考えるとだいたい NG 曲線って言われるのがバーッと伸びて、でへこむってことはないんですよね。で整えようと思ったら、それなりにこう権限移譲したりとか自分なりに任せていかないといけない、ちょっとだけへこんだりします。でもそこからまたその準備が整ったら跳ねるので、N と言ってもこう極端な N っていうよりは斜めにこう伸びていくようなイメージをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと落ちるかもしれないけど、踊り場に来てこう跳ねる、ホップステップみたいな感じですよね。結構ですね、そういうふうにイメージしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。でこの踊り場を結構意図的に作られてる人もいて、やっぱこの整える期間っていうのがすごく重要なんですよね。本当に一方的に伸ばし続ける、例えば僕とかも創業者で自分が仕事を取ってくる、やっぱりそうすると会社ってすごく業績も伸びていくんですよ。でもその分やっぱり成長痛が伴います。で例えば従業員が増えていって誰が協力するのとか、誰がマネジメントするのっていう問題が出てくるんで、やっぱある程度こう企業は成長してくると内部を強化しないといけないっていう時期が来ます。でこう外に向けては本当に情報発信して受注して、業績伸ばすっていうのもすごく分かりやすいことなんですけど、やっぱりこう社内でいろんな問題が起きてくるので、それをどう改善していくかっていうのをやっぱり考えないといけません。これがちょうど 1,3,10 とかの壁で起きやすいかなというふうに思ってて、で大事なのは当たり前のようになんかこう課題が起きてる、どうしようって考えるのがなんかあんまり悩む必要がなくて、その課題がある企業こそ結構普通の一般的な会社なので、むしろ課題がない会社ってないんですよね。何かしらやっぱりみんな課題があるし、課題に気づいてない方が怖かったりするので、やっぱりこう伸ばした後は必ず社内を整えるっていう意識で、じゃあ社内を整えるとどういうことかっていうと、体制作り、要はこういうオペレーションでやろう、こういう規定を作ろう、じゃあここが今まで課題だったよね、じゃあこの課題はこういうふうに改善しようねっていうのが、やっぱりそういうふうに意図して作っていかないといけないので、こう右肩上がりの状態がいつまでも続かないので、一番いいのはこう NG の業績で進んでいくと仮定してですね、こうちゃんとこの時期は会社を整えようねっていうのを意識してもらえるといいんじゃないかなと思います。でちょうどこの整える時期にうまく体制を作ってさあ行こう、もちろんやっぱ時流だったりとかタイミングっていうのがあるので、整えるタイミングだと思っても集客のチャンスが来たりとか会社の業績を伸ばすっていう時あります。でそこはやっぱり経営者の判断なんですよね。これチャンスだと思ったらやっぱり行かないといけないし、でもその後絶対バランス崩したりするので、そうするとバランス崩したところをもう一回立て直すっていう、もう本当にこれの繰り返しかなと思うので、やっぱりこの拡大期と整える時期をうまく経営者として取り入れていくと、修行事務所が大きくなっていくのかなと思うので、ぜひ 1,3,10 の壁、それぞれの課題をぜひ意識していただいて、 1,3,10 を乗り越えるためにはまずは最初は攻める、そして体制作りのために権限移譲をする、その後オペレーションを整えていくっていう順番でやってもらえるといいんじゃないかなと思います。今日のまとめなんですけど、どの業種でも必ず壁があります。でその壁の前後でやっぱり踊り場が来るので、その踊り場は社内体制を整えるチャンスだと思って、ぜひチャレンジしていただけると次の拡大時期につながるんじゃないかなと思います。このチャンネルではですね、ぜひお金に関する相談とか悩み受け付けております。また事業の経営に関してもいつでも相談受け付けておりますので、ぜひご相談ください。ということで皆さん YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。